はい、皆さんこんばんは、島川義光がお送りする朝までオールナイトニッポン風 YouTube ラジオの時間でございます。おかげさまでですね、ショート動画も合わせてですけども、累計視聴回数がですね1万回を、超えました。本当皆様のおかげでございます。ありがとうございます。まあ、無理やりですねショート動画とかは見せさせられてる人とかもたくさんいると思うんですけどもね、まあでも回数は回数ですのでね、2回見てる方もいると思いますけども、もしかしたらもう合わせてですがようやくというか1万回、ご視聴いただいたということでございます。まあそんなことでですね、また懲りずに、例えば、まあ、オリジナルステッカー作っちゃうとかですね、なんかイベントするとか、まあ、どうしようかななんてことなんかちょっと考えております。はい、さて今日はですねちょっといつもと違って、辞書、国語辞書のですねおすすめのお話を少ししたいと思います。で、皆さんはですね紙の国語辞書ですね、お持ちでしょうか。まあ、今ではね何でもウェブで検索できる時代なんで、まあ、辞書はしばらく買ったことないとかね、持ってた辞書捨てたなんて方もねおられると思いますけれども、まあ、特にお子様の教育になんかはうってつけだと思うんですけどもね、まあ、うってつけっていうのももう死語でしょうかね。まあ、大人でも辞書を引くとこう脳が活性化するっていう利点なんかもあると思うんですけどもね、じゃあ果たして辞書の何がいいのかっていうのねちょっと考えてみたいと思いますけれども、まあ、これはまあ紙に限らず電子辞書でも構わないんですけどもね、皆さん辞書って持ってますですか ね、まあ、辞書をねよく見てみると面白いこともいろいろあると思うんですけども、その単語言葉についてね辞書を引いてみると、まあ、日本語って独特ですよね。漢字っていうものがやっぱり他の言語とね違って、まあ、面白いのは読み方っていうのがいくつもあるので、これは本当にね多分日本語以外の、国の方からすると、日本語を使っている方以外からするとすごく難しいんだと思うんですけどもね、まあ、ちょっと面白みがあるところじゃないかなと思いますね。それから言葉をね深く考える癖がつくと、まあ、言葉って結構難しいですよね。相手にねそういうふうに伝えるつもりじゃなかったのに誤解されたりとかですねする場合もありますんでね、まあ、言霊とも言いますけれども、いろいろ言葉をどういう意味なのかなとかね深く考えるような、こういった癖がつくというかね、習慣になるというところ。それからもう一つ、まあ、言い回し方が増えるとかね、表現が豊かになるとか、こういう点がね、辞書を引くことによってこう、あ、こういう言い方もあるかとかね、あ、こういう、そうか、表現の仕方もあるんだなとかね、いろいろこんなこともあってですね豊かな形になるんじゃないかなという点が挙げられると思いますんでですね、まあ、興味持っていただいた方はね本屋さんに行ってもいいですし、そんなことで辞書をねたまには辞書売り場に行ってですねパラパラっといろんな辞書で言葉をですね引いてみていただけたらなと、そんな風に思います。今日はそんな、辞書のおすすめのお話でございました。すっかりもう季節はね、もう暑くなりまして、もう真夏になってますんで、今日はちょっと夏っぽい曲っていうことでですね、今日の楽曲はプリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏をお送りしようと思いますけれども、この暑い夏の暑いっていうのは字を見てもらえると分かるんですけども、熱で暑いって意味じゃないですね。濃い愛で熱いという意味の熱い夏ということですね。それではお聞きいただいてお別れできればと思います。さようなら。